はい、次の方どうぞ。こんにちは、こんにちは。はい、勝間さんですね。今日はどうされましたでしょうか。はい、喉が痛くて咳が出て、ほう。微熱があります。じゃ、口開けてもらっていいですか。はいはいはい。その時間がないので、端的に言うと、ただの風邪です。風邪に有効な治療薬ってないんですよ。市販薬であっても、病院で処方する薬であっても、すべて今ある諸症状を緩和します。それだけのものでしかないので、諦めてひたすら寝るしかないです。はい。ただし、その風邪症状が私、拡声器だとは思っているので、そこから肺炎になったり、他の大きい病気が隠れていたりとか、そういうこともありえますよね。風邪の病原ウイルスは200種類以上あって、風邪症候群ってウイルスによって上気道に炎症を起こす病気の総称なんですけど、放っておいても1週間前後で基本自然に治癒するんですよ。なので、1週間以上経っても症状が治まらなければ検査する必要があると思うんですけど、そんな難しい話じゃないと思うんですけど。じゃあ、あと1週間近く待たないといけないわけですよね。大きい病気だったらどうしてくれるんですか？今のこの状況では判断できないので、そもそもはこのぐらいの症状で病院に来る方が危険だと思うんですよ。病院に来てしまったことで、かえって別の病気をもらうみたいな感じで。風邪の症状と間違えやすい病気として、風疹とか、はしかとか、おたふく風邪とかあるんですけど、現段階で、正しく病気を病気と見抜くには難しいって話です。そんな難しい話じゃないですよね。いや、違います、違います。そんな対応をしているとですね、この日本の医療現場の現状がインターネットの世界に謝罪として。写像？なんすか？写像って。ダメだ、こりゃ。すみません、言葉知らなくて。僕、写像って言葉の意味あんまり知らないんですけど、そんな一般的に使う言葉じゃないですよね。具合悪いって受診しに来ておいて、写像です、ダメだこりゃって。失礼ですよね。違いますよ。私が言いたいのはですね、価値観とポリシーの違いがあって、それに対して。さっき話した通り、治療薬はないんですけど、市販薬よりも処方薬の方が薬剤の種類も多くて、症状に応じた有効成分を多く配合した勝間さんに合わせた薬を出せますけど、処方しておきますか？はいか家で答えてください。はい、言います。少しでも良くなるのであれば、はい。ただひたすら寝て治るのであれば話は別ですので。結局それは勝間さんの自然治癒力によるので、寝とけば治ります。一応薬出しておくので、あとは適当にどうぞ。はい。1週間続くようだったら来てください。はい。治ると思いますけど。なんだろうな。お大事にしてもらっていいですか？